翼竜は中世代に生息していた、爬虫類の一目、翼竜目に属する動物の総称。初めて空を飛んだ、脊椎動物である。爬虫類、主流類に含まれる。なお、恐竜も、主流類に含まれるが、翼竜と恐竜は三条期中期に分岐した、別のグループである。しかし両者は、ラゴスクス類を、 共通祖先として持つ、極めて禁煙な動物群である。翼竜と鳥類との類縁関係は恐竜を経由した、間接的なものであり、おじとおいのようなものである。一般的には、くちばしくち竜亜目と、翼指竜亜目の二群に分けられ、代表的な種としては、ランフォリンクス、プテラノドン、ケツアルコアトルスなどが知られている。2009年、 両阿目の特徴を合わせ持つ新種の翼竜、ダルイノプテルスが発見され、両阿目間の進化の謎を解く鍵として注目されている。空の生態系における頂点に君臨した翼竜も、主鳥竜、恐竜と同様に白亜紀末の大量絶滅からは逃れられず、絶滅した。翼竜が最初に報告されたのは1784年、イタリア人博物学者。 コジモアレスサンドロコリーニによって出会った。当初は、その分類の貴族や生態に、様々な説が飛び交い、哺乳類や水生動物であると考えられていたことも、あるが、初めて翼竜が空を飛ぶ、爬虫類だとしたのは、19世紀のフランスの、博物学者ジョルジュ・キュビエである。これまでに60以上の族が発見されている。大きさは、小鳥ぐらいの大きさから、 翼か一蝶12メートルを超えるものまで様々である。どれも大きな頭部と翼、それに対して小さな胴体を持つ。長い尾を持つものも全く尾を持たないものもある。翼は膜構造であったと考えられている。つまり長く伸びた前足の指によって薄い膜を広げているというコウモリの翼に似た構造である。ただしコウモリであれば 親指以外のすべての指が膜を支えているのに対し、翼竜の翼は、第四子と足の間だけに膜が張っている。翼から独立している、指の数が多かったのでコウモリよりずっと自由に物を、つかめたはずだが、指一本だけで膜を支えた翼では飛行の、自由さなどの点でコウモリには及ばないものであったと思われる。しかしその一方、飛膜には、 神経や筋肉が張り巡らされていたと思われる。痕跡もあり、膜の形状を変化させることにより高度な飛行制御を行えた可能性も指摘されている。また、歩行や地上活動に関しては口述するように鳥類には大きく劣っていたが、足跡の研究からは、翼竜が足裏行星の四足歩行をしており、地上では、這い回ることしかできないコウモリより、 地上適応性が高かったことが示唆されている。背心骨を有している。体重は非常に軽く、翼体長12メートルに及ぶケツアルコアトルスでも70キログラムほどだったとみられる。十分羽ばたけるだけの筋肉は持たなかったのではないか、翼が膜構造であるためにアラッシュなどの強風の中では、翼が破れて飛行できなかったのではないかという説もある。 しかし、その後の研究で全く羽ばたかなかったという説はほぼ否定され、原生の鳥類から見ても大型種は、滑空が主だが多少なりとも羽ばたいたことは、間違いないと考えられている。蒸気の体重も含めて、骨格構造は飛行のために、特殊化しており、陸上生活への適応は低く、鳥類のような活発な歩行などは、ほとんどできなかったとされている。 歩行姿勢は、全肢も使っての四足歩行であった可能性が高いことが近年の研究で判明しつつある。飛行制御を行うだけの高度な知能や、それだけの脳を使うために、内音性であったことや体温を維持する羽毛を持っていた可能性などが指摘されている。ラゴスクス類から抑留への進化の中途過程を示す、発見は未まだなされておらず、 最古の翼竜化石はすでに翼竜としての特徴を備えていたため、その起源には謎が多い。そんな中2020年に内耳の研究に基づき、ラゲルペトンが翼竜の祖先筋だったとする仮説が提唱された。三条期からジュラ紀にかけては、ランフォリンクスなど小型で尾の長いくちばし口クチバシクチ竜阿目に属するものが多かったが、くちばし口クチバシクチ竜阿目は、 ジュラキマツに多くが絶滅し、衰退。白秋後期には、プテラノドンや、ケツルコアトルスなど大型でオの短い、翼指流亜黙に属するものばかりになった。この頃には、鳥類が飛行を始めていたようなので、小型種は、鳥類との競争に敗れ、異なるニッチにある大型種が残ったとも言われている。ゲオステルンベルギア、ありがとうございます。